まあ、やっぱほら軽自動車にあるよ。ほら軽自動車だ。ほら私も言った通りじゃん、軽自動車にある色だよ。あれはね、普通乗用車じゃなくてね、軽自動車によくある色。軽自動車だったらなんかまだ可愛いんだよ、うん、ああやってほら。あれ池谷さんさん。あれであの車であの色か。ブーって。池谷さんから。行ったそばから本当に軽自動車で出てくると思わなかったね。びっくりしたよ。シリアでその色かよ。明らかになんかファンには申し訳ないけど弱そうな色。何絶対こいつは遅いだろみたいな色。選んでねえと思うんだって言うのかな、まあ、池谷ファンだったらあるけど、池谷ファンっていうその池谷ファンって相当コアじゃない、まこちゃんとかでも私は。いや意外に多いよ、そう知り合いで、高校生の知り合いの女子高生が池谷さん超かっこいいですね。あーまあ誠実そうだしな、まあ、私絶対凌介だ。あー絶対凌介だ。ケイスケは別にどうでもいいな。あのさ、ドラゴンみたいなこと一番いなさそうなのにあれで、いつきでもいや、意外といるんじゃん。あ、いつきはまだいるわ。なんか出川さんみたいな雰囲気あるからさ、ああいうの好きな人とか結構多いじゃん今。東京から来た2人とかお前なんすよ、ぐしっしっしとで負けるとね、今日は調子悪いんだよ。
軽トラック何あれちっこくね軽トラあれ詰めるのなんかちっちゃすぎるねさすがに中心みたいでちっちゃい感じちっぴってなんかちっちゃいにも程があるだろう中心自分のこと言ってんのちっちゃいにも程があるレイガンシムケンを表現するのは無理じゃないって思ったけど、そうか、新しいドラマですか。DMM のホモゲーみたいなやつ